ゾック。ゾック、ゾックはゾーンオブコントロールの略であり、ウォーシミュレーションゲームやシミュレーションドールプレイングゲームで用いられるゲーム用語。あるユニットについて、そのユニットが存在していることによる周囲のユニットへの影響範囲や、その影響の内容を表したルールのこと。日本語に訳して、支配領域などの言い方もあるが、多くの場合は、ゾックと表現される。 ゲームでは、その設定上、ユニットが何らかの戦闘能力を持っていることが前提であり、仮にそうでない場合であっても何らかの能動的行動を取ることができる。そのような状況で敵がいる場所に近づくということは、離れた場所で行動することに比べて危険が大きくなることは容易に想像できる。そのため、各ユニットが周囲に対してどれほどの範囲に影響を与えるかを、 決めておき、その範囲内で敵ユニットが行動をする場合に何らかのデメリットを受けるようにされている。ゲームによってその表現方法は様々だが、あまり複雑にするとややこしくなるため単純にユニットの移動中に敵ユニットに隣接すると強制的にその場所で移動が終了させられるというシスムが比較的多い。 しかしこれはあくまでゾックをルール上で表現する手段の一つであり、ゾックという概念がこの移動が終了させられるというシステムのみを指すわけではない。補給線は相手ゾックを通して引くことはできない場合が多い。ただし味方ユニットがいる場合は引くことが可能である。戦闘結果で交代する必要がある場合、相手ゾックに退却できないルール。 ゾック内に交代する場合は追撃されることを意味して、さらなる損害が味方ユニットに発生するなどがある。味方ユニットがいる X に退却できる場合でも、退却したユニットが混乱するルールとなっている場合、退却先の味方ユニットも混乱するゲームも存在する。ボードウォーゲームにおいて、ユニットのゾックは、そのユニットが置かれたタイルに隣接するタイルによって表される。 一例として、六角形のタイルのマップは、ユニットに占有されている六角形の周囲の6つの六角形が、ゾックにあるとみなされる。ゾックは、一般的にその上のユニットの地上の形成に直接、影響を与えているマップの部分を表すために、使用されている。その武器との距離、そのサブユニットの範囲のための重心から展開する、ことがある。例えば、 射程の長い武器を持つユニットは、ゾックの範囲がそれだけ大きいこともある。ゲームには多くの場合、ゾックに効果を与えるルールが定められている。ゾックの典型的な効果は次のいずれかを含む。ゾックはまた、その周辺の敵ユニットの移動速度の形成がある、間接効果を表す。ユニットが、友軍のラインに深く隠れていて、また、敵のゾックの外にあるとき、 多くの条件の下でユニットは高速で移動することができる。しかし一度的ユニットに隣接する。つまり敵のゾックに入ると移動速度が劇的に遅くなり、ゲームの用語では敵の存在下で停止すると見分けがつかなるほどに減少する。ゾックは固定されたり、流動的であったり、男性的に様々な形で形成される。各タイプは敵ユニットに その効果によって判断される。例として、流動的なゾックは、敵ユニットの移動コストを固定し、敵の移動速度を遅くする、固定されたゾックは、敵ユニットを足止めするとともに、そのゾックから自発的に戦闘がなければ敵ユニット、防ぐことができる。ゾックには、ゲームデザイナーが望む効果のほぼすべての組み合わせを、生成することがある。デザイナーは、川や山のような地形によって、 敵ユニットの存在や敵のゾックにさえゾックの展開を無効にすることがある。ダンジョンズドラゴンズなどのロールプレイングゲームでもゾックの概念が用いられることがある。例として D&D 第4版ではフロアタイルとミニチュアを使ったゲームプレイが前提であり、戦闘も大ゲームの概念を取り入れたものが行われる。 自分や味方のキャラクターに隣接した敵キャラクターが隣接から離れようとする場合、ウォーゲームで遊ックからの離脱、特定の手順に沿って離脱を行わなければ、隙を見せたものとして味方の機械攻撃を誘発することがある。また、いくつかの戦術は味方のキャラクターをより有利な位置に移動させたり、敵キャラクターを不利な位置に移動させることすらある。ファーイーストアミューズメント。 リサーチ者がデザインしたロールプレイングゲームの多くには、ゾックの代わりにエンゲージと呼ばれる概念がある。キャラクターが敵キャラクターと接触するとエンゲージに入ると呼ばれ、エンゲージから離脱しようとしたり、エンゲージを突破して移動しようとする場合には特別なルールを用いて判定しければならない。ここでは、コンピュータゲームにおけるゾックが例として挙げられているが、ゾックは コンピュータゲームのみに用いられる概念ではないことに注意。ウォーゲームのコンピュータ版というコンセプトで開発された初期の大戦略シリーズでは、ウォーゲームそのままに待機側ユニットの周囲、ヘックスをゾックとするという単純なルールであった。しかしこのルールでは、戦闘機がトラックで囲まれると、ゾックで移動できないまま燃料切れ、V トール以外は移動しなくても、 燃料消費が大きいで墜落などというチンジも多発していた。よって、後の続編では、待機側が移動側に対して攻撃力を持つ場合ユニットの周囲、ヘックスにゾックが展開されるように改良された。この場合戦車は、地上ユニットに対してゾックを展開できるが、攻撃能力を持たない補給車では、ゾックを展開できない。また、 対戦車兵器を持たない不評は戦車に対してゾックを展開できない。戦車は不評のそばを素通りできる。また航空機は自ユニットよりも同高度または低高度にいるユニットに対してゾックを展開できる。戦闘ヘリは地上ユニットの行動を阻止できるが、戦闘機等の航空ユニットには素通りされてしまう。アドバンスド大戦略ではさらにルールが高度化しており、 ユニットの向きや性能、天候、時刻によってゾック範囲が変化する。例えば正面しか攻撃できない、駆逐戦車は正面側のヘックスのみしかゾックが展開されないが、旋回砲塔を持つ、通常の戦車は全方向にゾックが展開される。また夜間や悪天候時は、対地攻撃が不可能になるため航空ユニットは、地上ユニットに対してゾックを展開できない。 このため的に、制空権を握られていても夜間に行軍することで、包囲網を突破する戦術立てることもできる。パワードールシリーズでは、ゾックは、臨機射撃として実装されている。臨機射撃とは、パワードール2以降においては、待機側ユニットが、臨機射撃可能な武装を持ち、移動側ユニットが、その武装の射程内に入ったとき、そのターンに一度だけ、 待機側がその武器で移動側を攻撃し、耐久力と同時に AP1 ターン中の行動能力。あらゆるユニットの行動は AP を消費して行うを削り、足止めを食らわせるというものである。待機側ユニットがある程度以上集まっているとき、通り抜けようとした移動側は、臨機射撃の集中砲を受け、AP が瞬時に底をつくこととなる。これにより、敵地での移動中に、 敵の反撃に遭い、やむなく移動を中断し応戦したという状況が表現される。臨機射撃は攻撃側キャラごとに1ターンに一度であるため、移動側は耐久力と AP の高いユニットを先行させて臨機射撃を誘い、他のユニットを素通りできるようにするという戦術を取ることができ、待機側はこれを防ぐために臨機射撃するべきか否かを書く。 ユニットごとに吟味する必要が出てくる。なお、パワードール、一作目にも、臨機射撃は存在し、攻撃することにより、移動側ユニットの耐久力へのダメージは与えられるが、AP には影響を与えない。サモンナイトシリーズでは、ゾックは特殊能力として実装されており、これらのスキルを持つユニットがゾックを展開できる。本作では、 ゾックに侵入したユニットは著しく行動が制約されてしまうが、やはりゾック展開側が攻撃不能になると、ゾックが消失してしまう。さらに、ゾック無効化能力、有毛果敢、ダッシュなどを持つユニットには完全に素通りされてしまう。なお一部の召喚障害物にも蒸気のようなゾック効果を持つものがある。ガンダムネットワークオペレーション2では、ゾックは パイロットのスキルとして実装されており、このスキルを取得したパイロットが登場する機体の周囲を移動する際に移動可能な距離にゾックのスキルレベル分に応じてマイナス補正がかかる。ただし、すり抜けというスキルも実装されており、これを取得することでゾックの影響を減らすことが可能。ガンダムネットワークオペレーション2のゲームデザイン上、スキルの取得にはコストがかかるため、 ゾックやすり抜けを取得せず、戦術でカバーすることを試みるプレイヤーもいる。これらのキルを取得しない分、他のスキルやステータスを伸ばすことができるからである。このゲームでは、機体の性能にゾックが影響せず、また移動可能なヘックス数が減少するだけという補正内容であり、ゾックのルールとしては、最も単純な部類と言えるだろう。メダロットナビでは、ゾックは、 ユニットの周囲4マスに展開される。メダロットナビはユニットの移動に AP を消費するのだが敵のゾックを通り抜ける際は必要な AP が増える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。